れアリブかな、ファルコンじゃなくて、うん、青い、青いですね、はい、違うファルコンファルコンの方だと思います。後ろに上げようか、あと上げよう、そうそうそう、まあ、いいね、ねじれないようにだけ注意して、なんかだよったら杉ちゃん、ってか杉ちゃんが行きます。杉ちゃん心強くな、明るく行こうな、明るく楽しい。ちょっとナイーブなんだよな、東大生っぽい感じしますね。うん、いい子なんだけどね、いい子なんだけどね、ナイーブなんだよなっていうの意味がちょっと変か、いい子なんだけどね、ちょっとね気持ちの弱いっていうか線の細いところがちょっと見えるな、ね、いいですね、いいよね、ハンググライダー頑張って内面から少し、お前ハンググライダーやって内面から少しシャキッとしたどう思いますか。そういや、どうかなそんなもんすかね。位置はその辺でいいと思う、じゃあ左で90度、バシッといってみて、右手で止める、距離感ね、ランディングチョーとの距離感、いつも言ってるんですけど、それを安定させるっていうのがね、まあ難しい人にとっては難しいらしい。さあターンしたいから、もうそれもズバッと右へ180度、ズバッといこうぜ、右へ、左手を押して、もっと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 ズバッと、怖いズバッと、はい、きちっと止める。さあランディング上ターゲット意識して距離感確認、いい位置、いい距離感、さあターンさせたいからね、じゃあ左へ180度またダーンといって、キレよく、勇気勇気勇気、はい、右手で止める、ランディング上意識して自分の位置、高度、今だとちょっと高いのね、もうちょい泳がしてからターゲット向いてきます。じゃあ静かに右ターンして、静かに右ターン、ターゲット意識して右ターン、静かだな、まあいいや、そのままちょっとしばらくターゲットで最短距離来てみて、あー良さそうだな、それでいい意味で力入れてね、緊張させて、いい緊張、力むっていうよりもいい緊張、落ち着いて丁寧に、そこから静かにほどいていく、ほどいていく、ほどいていく、足動かしながらフレア、フレア、フレアしろー